ずはゴールシーンから振り返ってください。ゴールシーンだいぶあのごっつぁんだったんですけど、あのゴール前いたらいいところにポコッと取れたんでありがたくいただきました。得点はいつぐらいぶりですか？リーグ戦でいうとユナイテッドではもう本当初ゴールだと思います。リーグ戦そうですよね、記憶にもうあの記念すべき初ゴールをいただきました。チームが、まあ、連敗勝てない状態から、まあ前の試合、まあ、連勝ということになりましたけども、チーム内 の、 その雰囲気というか、そのいうのはいかがですか？ちょうど2週、先週リーグ戦メンバー入る前に、あのユナイテッドプラスの方でちょっと試合に出させてもらって、はい、ちょっとその時の試合の温度感とかは分からなかったんですけど、まあまあ、負けてったっていうところもあって、そんなに、まあ、よくはなかった。まあ、コミュニケーションも少なかったと思うんですけど、まあ、ここ最近に言えば、比較的中で喋ってる選手も多くなってきてるので、まあ、その辺が勝利につながってるんじゃないかなと。チームの中ではもう結構長い水星のホワイトボヨンマーカーですよね、はい、なんかその意識してることとかって何かありますか？難しいですけど、まあ、どっちかっていうとそんなに自分も口数多く喋るタイプではないので、まあ何かプレーで、まあ、守備頑張ってちょっと攻撃で自分の特徴出して、でかつ周りとうまく連携できれば、まあ、自分も行きつつ周りに周りの選手たちも行けるんじゃないかなと思ってプレーしています。次は、まあ、ちょっと前からいる選手にとっては、まあ、意識する、はい、チームだと思うんですけども、東京23ですけども、はい、しかも前節でホームで負けてるんですけど、乾杯しました。はい、次の試合に向けての抱負を聞かせてもらいます。まあ、向こうがすごいライバル意識を持ってやってくるチームで、すごくいいチームだと思うので、まあ、その勢いに負けないように、で、まあ、3連勝して上位に食い込めるように、また明後日からですね、いいチームしていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずはゴールシーンから振り返っていただけますか？そうですね、もうなかなか得点っていうところがなかったので、自分自身決めたい思いはあったので、まあ、とりあえず抑えることだけ考えてしました。シュートとしては難しくなかったですか？そうですね、まあ、フリーだったんで、うん、まあ、意外と難しいところはあるんですけど、うん、まあ、落ち着いて決めれました。ご自身でも欲しかった1点じゃないですか？そうですね、まあ、ここのところスタメンで使ってもらうことが多かったので、やっぱり決めたかったです。あの試合の流れ的にも大きかったと思うんですけども、どんな気持ちで後半臨みましたか？そうですね、まあ、後半入ってもちろん次の1点が大事だと思ってましたし、そんな中で取られてしまった。ただそこでこう下向くんじゃなくて、もっと自分含めて得点というところでは大事だと思っていたので、そういう気持ちで入りました。次は東京23戦ですけども、次の試合に向けて抱負をお願いします。まあ 前回です、ね、負けているので、まあ、同じ相手に2度負けないところを大事にして、ゴールを決めて出したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずは今日の試合を振り返っていただけますか？まあ、多分今シーズン4点取れた試合っていうのは多分今日が初めてだと思うので、まあ、4点しっかり取って勝てたっていうのは、まあ、評価できるかなと思います。試合後におっしゃってましたけども、もっと点取れたんじゃないかという部分に関してはいかがでしょうか？はいはい、そうですね、まあ、試合のキックオフ始まって、まあ、5分ぐらいですかね、5分ぐらいで、まあ、米田もビッグチャンス2回ありましたし、まあ、それを決めきれないで、まあ、逆に4点取った後、もう2点3点取るチャンスっていうのはあった中で、まあ、そこを決めきれない、まあ、多分そこを決めきる力をつけないと、まあ、これから先リーグ戦で勝ち続けるっていうことは難しいと思いますし、もっと拮抗した試合、もっと、順位がうちよりも上のチームに対して、まあ、ああいうプレーをしちゃうと、その1本のチャンスで、まあ、泣くか笑うかっていうのが、まあ、ゲームをも左右すると思うので、まあ、そういう細部までこだわってやらないと、これから先残り6試合リーグ戦を勝ち続けるっていうのは難しいと思うので、まあ、そこを選手たちには、言いました。まあ、とはいえ、まあ、勝ち点3を取るっていうミッションを達成できたことに対しては、評価できるかなと思います。前半も0-0、あの失点なしで折り返しということも、はい、PK ありましたけれども、はい、まあ、ミッションとしてはクリアできた
まあ、そうですね、結果的にはまあ PK はまあ確かにキーパーの大滝もよく止めたんですけど、じゃあそこまでのプロセスのところで、まあ、じゃあなんであの失点、PK を与えてしまったのか、与えなくても守れるんじゃないかっていうところを また追求していきたいなと思います。点差ほどの差は感じない試合でした。そうですね、まあ、結果的にまあうちがショートカウンターでとどめを刺したっていうだけであって、逆に、0-2 でうちが勝ってる中で、まあ、次の3点目を取るか、逆に相手に取られるかっていうところの勝負のところの次の1点っていうところの中で、まあ、相手に実際取られてるわけで、まあ、それが多分今の10位にいる、まあ、今の勝ち点にいる、まあ、理由なのかなとは思ってます。次の試合に向けて一言お願いします。はい、そうですね、次の東京23戦、東京カップの決勝で 0-3 で負けてる、リーグ戦前期 0-3 小石川で 0-3 で負けてる、まあ、そういった意味ではもう、サッカーの借りはサッカーで返すしかないので、まあどんな理由があれ、勝ち点3というものだけを、目指してまた1週間全員で準備したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。